会社名とお名前をお願いします。レターズの小竹と申します。よろしくお願いします。では主な取扱いブランドを教えてください。取扱いブランドは、オリジナルブランドのレターズになります。はい、そちらはどのようなブランドですか？全部ユーズのデニムをリメイクして、さまざまなアイテムを作ってます。はい、ではその中で一押し商品はありますか？一押し商品でいうと、全てなんですけど、基本的にはボードケースがやっぱり一番最初にできた商品で思い入れがある、アイテムになります。はどういうところが一押しですか？基本的にデニムをやっぱ8本から10本以内ぐらいを解体して一つ一つこう作るので、色味がやっぱり一つずつ全部違うっていうのが特徴ですね。はい、はい、これ上の方のは革ですかね？そうですね、そっちではレザーを使ってます。はい、なんでそこも経年変化でいい風合いになってくるかなと思います。どんどん使ってると味が出るような商品になってます。そうですね、破れることもあんまりないと思うんですけど、仮に破れたりすると、ワッペン貼ってもらったりとか、デニムをリペアするように叩いてもらったりすると長く使っていただけるかなと思います。はい、あとこれがすごい気になるんですけど、はい、これに関しては、PC の13インチを入れていただいて、充電器入れてもらったりとか、 iPhone 入れてもらったりとか、あとはペンとか、はい、入れてもらって、これ一つで、ノマドワーカーであったりとか、商談であったりとか、そういったところに使っていただけるかなと思います。これすごい使えそうですね。ありがとうございます。一つ一つが可愛くて、これも全部同じ色味はないので、はい、一つ一つオリジナルの商品になると思います。ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。